動きがぎこちないが、まあいいだろう。いいか、指先に神経を集中させて解き放つ。いいぞ、そのまま攻め続ける。相手の攻撃は守りを固めれば軽減できる。あるじゃねえか。このまま残りを片付けようぜ。俺がいなければあいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやるよ。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。霧からは離れた方が良さそうだ。おい、さっきのを見てなかったのか。その霧に近づくな。これは本当に渋谷なのか。ここだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか。どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。待て、あいつらはまだ血の存在に気づいてない。見つからないように、しゃがみながら背後に近づく。見つかった。
向かって倒すしかねえ。なんとかなってもずいぶん不格好だけどな。お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。こういうところはマレビトが多い。気をつけろ。マレビト。さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼ぶ。呼んでいる。試してみるぞ。一気に引き抜いてやれ。敵だ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。使っておけ。こんな時だからな。それもそうだな。
嫌な気配がする。なんだ。気をつけろ。どうなってるんだ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。落ち着け。目に見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されて、まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。
人間？もう一人。お前は。ふん。愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。周りに触れるなと言っている！そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリオ。頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに、これだよ。
おい、しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい、居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行ったやつの居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。